マックでライブ配信する人はあ散々いろいろ調べたんだけどもその先生がいないというかやっぱりあの簡単にやってる方はいるんですね簡単にやってる方いるんですけど僕みたいにその音楽配信、えー、となってくるとやっぱ音質もすごく気にするし画質ももちろん気になってきますから。でなおかつその ライブアットホームという家からの、えー、ライブ映像をお届けするということで生活感が全くないというのもちょっと面白くない、えー、ような感じがしていろいろと考えていましたでまあ Mac でやることになるんですがあのもうどうにもねネットでいろいろ調べてもわからないので、えー、もうショップに行くことにしましたでいろいろ調べて Mac と Windows マシンと両方置いてるとこ えー、もう何十年も Mac 使ってきましたけどここはもう Windows デビューかなっていうところも、えー、ちょっと覚悟してで僕の場合はねあのこれはブログにも書いたんですけどあのとにかくそうショッピング行った時にやっぱり、えー、店員さんで決まるんですよねあこの人ならもうお任せしようっていう人に会えるかどうかでもしそうその頼りない人に会ってしまったら 結局自分のその我が,が勝ってしまってこんなやつの言うことなんか聞きたかねえっていう自分の,の反骨精神が生まれてくるんですよ。これはどうもねあの自分の欠点ですね大変なところででもうここはもうあの自分をこうフラットにナチュラルに信頼できる人に出会えるかどうかと思って行ったわけです。でまあうちからですね、えー、まあ遠いですよ山の中に住んでますからね。<laughs> <laughs> まあそういうショップに行くにも一仕事一日仕事なんですけどまあ行ってまいりましたでちょうど iMac の展示品があったのでああ iMac あるなと思ってちょっと触っててそしたらいらっしゃいませーと声がきて聞こえてでパッと見てもうその瞬間ですねあの出会い頭で決まったようなあのそんな感じでしたねずっと Mac を使ってるんだけども Windows も考えてるどうなんでしょうって聞きました そしたらその方はですね「えー、開口一番、えー、お客様、えー、Mac は何年ぐらい使ってますか?」って言うんですね「でいやもう四半世紀は使ってるはずです」みたいな話をして「で Windows は一回も使ったことないですか?」って言うからず恥ずかしながら右クリック左クリックあるそうですがその意味も分かりませんみたいなことを話したんですね。<laughs> そしたら うんそうですか。じゃあ、Windows やめた方がいいと思います。って、スパッと言ってくれたんですね。ここでもう私はもう決まりました。あの、こう、背中を押された感じ。Mac でライブ配信をするっていうのは大変なんだけども、でもこの人が言うように、確かに Windows を今から一から勉強するのがもっと大変だなっていうことにを気が,気がつかされた、えー。やっぱそうだよね。うん。意図しして、その今まで、あの、慣れ親しんだものから、 こう全く違う操作体験でしょうし大体いいアイコンがね Mac っていうのは画面の右側にアイコンがあるんですよ。こうね。だけど Windows って左側でしょ。もうそこがもうこう気持ち悪いわけですね。だからそこの克服からいかなきゃいけないんでこれはもう本当あの渡りに船というかえ助けてもらいました。でででもうここの人にについていてくことになるんですで あのこのことを言うとですねもう炎上するかもしれないし何と今,今まで見てきてって言われるかもしれません、えー、だけど、えー、これは僕にとっての真実ですし僕にとってのその現実でした言いにくいことなんですが結論から言いますとですねマックはですね、えー、なるべく新しいものを使ってくださいと言いますのも えー、僕はですね、2017年の MacBook Pro でいろいろと問題が出てたんですね。MacBook Pro の、まあ、13インチの方でした。で、スペックも良い方ではないです。えー、MacBook Pro13 インチの下の方のモデルですね。えー、特に改造もしてないですね。BTO もなし。で、それでいろいろ苦労してました。もう熱が非常に熱を持ったりあ、とにかく配信が止まって、なんだなんだと。えー 苦労ししてました僕がメインで使ってるですね、えー、iMac の27インチの方がですね大きいやつね、えー、それはあのー、今まで音楽制作からデザイン制作から、えー、全てメインで使ってるマシンでこれも2017年なんですよでところがその自分の部屋のレイアウト上こいつをそのライブ配信用に使うといろいろ不具合があるのでずっと避けてたんですねでだけどこの MacBookPro がどうもダメだっていうことで もう意を決して全部ケーブル抜いてやり直したわけですでそのメインマシンの iMac27 インチの方をその配信用にセットして、えー、いざやりましたいやーところがですねこれがまたダメなんですね、えー、とにかく画像と音声のズレとかまあもちろんその配信中に止まることももちろんそうですし MacBook Pro にマーケズを取らず、画像は少し行ったような感じがしたんですけど、いや、でも,も、気のせい程度ですよ。で、結局ね、ダメだっていうことで、お店に行くことになったわけです。で、その時に、もうその信頼できる店員さんを見つけて、で、iMac のですね、私がえ購入したのはですね、これです。え、これ iMac の、 えー、現行モデルの21.5インチの今出てるラインナップですこの中でとにかくここでもうわけもわからないのにケチって失敗だけは避けたいと思って、えー、一番いいやつはありますかと聞いたら、えー、あったんですねたまたまシックスコアプロセッサの、えーの iMac21.5 インチを買いました、えー、これですねレティーナ 4K で21.5インチ えー、プロセッサッが6コアのインテルコア i5 で、えー、3GHz ですねでメモリは 8GB これも増設しませんでしたそのままですで 2667MHz の DDR4 ということでこの、G、GPU っていうんですかねグラフィックス、えー、Radion Pro560X の 4GB が搭載されております これを持ち帰りししましたはいそうするとですねもう何から何まで解決したんですよ一気に、えー、結論から先言ってますけどねこれはあくまでも僕の環境の場合ですで、えー、古いマックでいい場合例えばそのネットの環境がすごく良いとか、えー、使ってあるカメラとかあとそのケーブルねケーブル一つ一つのケーブル からら言いい出ししたらもうキリがないしマイクとかか何とかあとにかくもうものすごい数の周辺機器が関わってくる話なので、えー、私の話が全てではありませんただ僕自身はこの最新の iMac にして全部解決したのが事実でありますはい、えー、ソニーの α6500 と今これ撮ってるミラーレス一眼ですね ソニーの今6600っていうのが一番新しいんですけどその1個前のやつですねでこれがあの原品勝負で半額でいいよっていうことだったのであじゃあもう合わせてということでもうここまで来たらもう失敗したくないという思いもあったりえとにかくまあこの店員さん気に入ったのでもうあの清水の舞台から飛び降りるっていうのはこのことですよねもうここでえ大変な大きな買い物をしましたはい設定の話に移っていきます 今まで w i f i でずっとやってたんですけどもあのその店員の方も,もう絶対優先にしてくださいみたいな話をするんですで,で私もあやっぱりそうかとでずっと避けてたんですよ面倒くさいんじゃないかなって今まで、えー、大昔は優先でしたよねもう10年以上経ちますよね w i f i 家でも w i f i 皆さん使うようになって最初はなんだっけなあの Mac のね UFO みたいなやつエアマックか感動したね <laughs> ちょっとお話が横道それ,それだけど、えー、エアマークっていうね、あれから入って、その家庭内での無線 LAN Wi-Fi、これがもう当たり前になってから、もう今更有線なんてっていう思いもありました。で、だけども、もう、ものはついでで、えー、有線のケーブル、で、有線のケーブルも、やっぱり今もう全然質が違うんですね。えっ、ー、と、ギガなんとかかんとかって書いてましたね。えー、とにかくその速度がやっぱり 半端ないそうですで安定するんですすす安定るんねやっぱりい,いろんなものに影響されないというかで、えー、まず、えー、iMac と、えー、カメラとそのケーブルを持ち帰りましたで設定優先でつないでやりましたで優先自体はですね、えー、私は何も知らなかったんだけども、えー、結果から言うとただつなぐだけ <laughs> なんだよ、えー、つないで えー、w i f i をオフにすると勝手に優線の方に認識されるっていういやもうすごい時代だねあのー、俺たちそ,のそれこそ25年ぐらい前からマ a クやってて何かこう環境が変わったり設定を変えるっていう時にねもうビクビクするんですよねとにかく面倒が多すぎる多すぎた昔はねその分自由度もいろいろあったんですけどでまあそんな感じでちょっと鼻がかゆい <laughs> はいそれでは えー、配信ソフト OBS の全設定を公開します。はい、今、えー、立ち上がってます、これが OBS の設定の画面ですね。えー、この OBS はもちろん Mac 用です。で、まずこの一般のところはですね、デフォルトです。あの、触ってません。えー、基本的に前もって言ってきますけども、私はとにかく機械には疎いです。機械と言いますか、こういう設定とか、 コンピューターの内部の話に関しては一切分かりません。もうほとんど知りません。えー、音楽制作、それからデザイン制作やってきましたけれども、そのな、G、CPU だとか GPU だとかもうけが分かりません。メモリすらもう意味も、めまあ意味は分かりますけども、メモリどれぐらいが適正なのかとかね、もうよくわからないまんまずっと使ってきました。ということを前もってちょっと言っておきますんでね、ね、えー、あまり過信しないでください。はいただ この設定自体は見せていきます。それから次にこれ配信というこのタブがありますね。こ配信。はい。ここは、えー、サービスでこれ選べるんですけども、もちろん YouTube でやりますので、YouTube を選んでください。YouTube ゲーミング。で、これサーバーもプライマリー、えー、YouTube サーバーね。これを選んでください。そしてこのストリームキー。ストリームキーはですね、えー、YouTube を OBS と YouTube 同時に立ち上げますけども、 YouTube の方でまずこのストリームキーというのを取得するんですね。えー、これはライブ配信をするというボタンが YouTube の方にありますから、そこを、えー、ポチッとやると、ストリームキーが取得できます。で、そのストリームキーをコピーして、こちらにペーストするわけです。ここにドン、えー、とペースト、コピーペーストですね。えー、これはもうあのコンピューターの使い方が基本的に分かっている方ならすぐできると思います。はい。それから、 出力。ここですね。ここが問題になってきます。えー、で、最初、出力モードっていうのが上にありますけれども、ここに、ここを詳細。で、ここにエンコーダーってあります。配信の、え、ま、いいですか、もう一度最初から言います。出力、出力タブから出力モード詳細を選びます。これ今、まさにこれ使用中なので、えー、動かせないようになってますけれども、詳細。で、 配信の方で、えー、エンコーダーってありますね。このエンコーダーのとこでいろいろ4つ5つあるんですけども Apple VTH264 ハードウェアエンコーダーこれを選んでください。もうこれ重要です。あのー、いろんなね、えー、OBS の設定ガイドをしてある YouTube の、えー、YouTuber の方の、えー、ページなんか見るとここが違います。 なぜなら Mac ではないからですで。Mac の場合はこうやってください。で、えー、配信サービスのエンコーダー設定を適用するにチェック入れてください。で、えー、この解像度ですが、1920の1080でやってます、私は。これですね、あのー、1280の720の方がいい良い場合もあると思います、そのマシンスペックとかでね。 あると思いまますすけれども僕の場合はこれでできてますでそれからビットレートこのビットレートは大体、えー、いいですねあの今まであの2500これどう読むのかな、えー、キロ BPS かな、えー、2500KBPS ぐらいでやってたんですけどそれでもダメだったんですねいろいろと不具合が起きてて。 でもう1,000とか800とかに下げてやるんですけどもそうすると画像がねどん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 荒くなるんですよ。この数字は要するにその高ければ高いほどいい画像になります。しかしかか高高けければ高いほどマシンに負荷をかけますということで、えー、実際2017年の Mac でやった場合にはもう2,500がいっぱいいっぱいでででしたももううそれでも30分の配信で1回止まるような感じでした。 でえー、ところがこの iMac21.5 インチの最新のマシンでは6000まで上げてもまだ一度も止まっておりませんもう15回20回、えー、やってますけど一回も止まってませんもっと上げてももしかしたらいいかもしれないぐらい、まあえー、ここら辺にしておりますで限界ベッビットレートチェック入れて最大、えーまあ、6500を超えないようにっていう意味だと思うんですけども、えー、一応6500にしてます で、これも問題ない。で、ビットレートウィンドウ1.5秒。意味わかりませんが、まあこれ、これ、僕はこれでやってます。で、このキーフレーム間隔、えー、2秒。はい。これね、デフォルトだと0だったと思いますね。これはね、どこのなんかサイトを見ても、にに推奨になってたので、私もこれやっています。なぜだかは知りません。<laughs> すいません。はい。えー、で、この辺はデフォルトですね。はい。 でまあ、録画は関係ないんですけど、この音声。音声は私は、これね、えー、っと、多分このビットレト音声のビットレートも選べるんです、ね。でも今これ、やっぱり配信中なので、えー、録画中なので、動かせなくなってますけども、128とか96とかあるんですけど、えー、やっぱり数字が高くなるほど音質がよくなると。で、160はまあまあいい方だと思います。表現の幅が出る。 ビットレートになります。で、やはりこれも高くすればするほど、えー、マシンのスペックとかネットの状況とかに左右されてくるので、上げすぎると危険だと思います。で、128ぐらいでも全然いいのかな、普通は。と思います。はい。で、まあ、ここはチェックしてないですね。これはデフォルトのまんま。はい、そういうことですね。ここ、とっても重要です。この出力タブから配信、えー、詳細から入って、ずらずらずらと、この数字ですね。はい、ということです。 それから次のタブ音声はいこれはもうデフォルトなんですけども、マイク音声を私はこのオディオボックス x 2 2 v s l っていうインターフェースですね。これの名前です。ここから撮ってますよと。そして、えー、こういうですね、コンデンサマイク。これは違います。これは喋、えー、り用に使っているコンデンサマイクなんですけども、えー、もう一つのコンデンサマイクで、 音楽はっておりますそれがオーディオ20、えー、オーディオボックス 22VSL につながっているということですね。で他は特に触っておりません。はい、あこのサンプリングレート,レートはね44.1にしてます。えー、これいわゆるあの CD 規格なんですよ。48にすると DVD 規格になると思います。えー、もっとよくなると思いますけれどもやっぱりこれもいろいろと、えー、上げれば上げるほど。 不具合の可能性も出てくるので44.1で十分かなということでやっております。はい、でこの映像ですね、映像基本キャンバス解像度ね、はい、えー、1百2 0の1080で、えー、出力解像度、これも同じく1百2 0の1080ここはですね、先ほども言,言いましたけども、 ワンランクを通してもいいかと思います。1280の720っていうのも選べるんですけども、えー、こっちでもいいかと思います。えー、僕の場合はこの iMac で、えー、こっちでも十分いけたし、えー、止まることもなく、カクつくこともなくできてますので、えー、あえてこれにしております。で、えー、縮小フィルター。これもちょっと意味わかんないですけど、ランチョス。 ねえー、パンチョスじゃないよ。ランチョス。はい。えー、先鋭化スケーリング。36のサンプル。意味わかりませんね。全然わかりませんね。なんか多分映像の、えー、縮小あ。もうちょっと勝手な解説,解説はまずいですね、えー。自分の思い込みはまずいのでやめておきましょう。意味はわかりません。パンチョスじゃなくてランチョスだということですね。はい。で、これもいくつか選べるんですけど、まあ試してみてください。何か、何が違うか。僕にはちょっとその違いがわかりませんでした。はい。 えー、FPS 共通値、ここはですね、以前の配信の時にはここの数字を30でやってたんですね。ネットの環境、それからマシンのスペック、左右されてくるっていう話です。で、60だと、あのとても画像的にももう問題なくなるんですが、えー、前の2017年モデルでやった時はダメでした。ほぼ使い物にならないという感じで、で30でやってました。で 今回は60にやってもバッチリ文句なくできてます。はい。なのでこうやってます。それからあとこの,、えー、この辺は関係ないですね。関係ないというか、まあホットキーですね。ホットキー、まあ,あのショートカットみたいなもんでしょうか、えー。特に私は使ってません。で、詳細設定も触ってません。はい、以上です。これが OBS の、えー、設定の全て、私ができている設定の全てです。Mac でも問題なく 音もよく映像もよく配信できます。えー、なので、えー、ぜひ参考にさせてください。ATEM Mini というスイッチャーを使い、えー、4台のカメラを、えー、同時につないで、えー、場面ごとに切り替えそして、えー、OBS という,うライブ配信ソフトで配信しています。YouTube で配信しています。でその場合の設定すべてでした。まあ確かにお金もかかりました。 でも今からえとこの自粛期間というかこのコロナの時代をね耐えて耐えていつも通りにライブができるんだじゃあ今年の夏からできるんだとかえ来年春からできるんだということを確約されてれば多分僕はここまでやらなかったと思うだけどえ世の中の状況皆さん冷静に見てくださいえーソーシャルディスタンシングとかいろんなこと言われてとにかく えー、満員御礼を目指せないんです。おそらく数年は目指せないはずです。でもしかしたらもう二度とそういう、ね、100人の会場に100人3000人の会場に3000人1万人の武道館に1万人入れることはもう二度とできないかもしれないんですよ。でその可能性も考えてこれはやっぱりあのやってきたことのをもう止めるか。 えー、さらに持続していくために、えー、先行投資するかどっちかだと思ったんですね。で、お金もかかりましたけども、えー、とりあえずここまでできました。なので、えー、ぜひ、あのー、ライブ配信の方、えー、まず私、個人的にライ,ライブ配信しております。なので、えー、Facebook だったり、LINE とかで、えー、つながってる方、限定にしています。えー、なぜならば、個人でやってますので個人、個人的にやっぱり信頼関係を築いてからのライブ配信を今やってますので、 えー、もしフェイスブックとかで、えー、お友達に慣れてる方はぜひ、えー、私に、えー、注文してください、えー、毎日のようにやっておりますそうですね遠くない、えー、将来にですね、えー、全体に向けての配信ももちろんこうやって固まってきましたのでやりたいと思ってますできればゲストなんかも呼んでやれればいいかなとも思ってますけどもだからとにかくあの時代のこの変わり目にいることはもう間違いないので自分としてはこういうふうに今 やり始めました、はい、で僕自身はその最初に言いましたけどもそのこれ機械詳しいわけじゃありませんもう失敗に失敗に失敗を重ねて、えー、これねこれあの前々回かなこれピント合わせ用に使ってますよというあの僕の大好きな徳島の海苔の箱なんですけど、えー、この中にこのもう使えないこのケーブルこれね 安くないんですよ、1つ何千、ど,どうかすると満単位のやつとか、これ全部使えなかったんです。えー、意味もわからない。なぜ使えないのか。で、箱にはマック対応って書いてあるんですよ。で、でもつなげると絵が映らないとか、まあ、いちいちそういうことにぶち当たります。でもうカメラもですね、えー、今4台使ってますけど、もう2台ありました。その2台は えー、ちゃんと里子に出せて、あのー、行くべきところに行って、えー、カメラ自体には問題ないわけですよ、とってもそのデジカメとしては素晴らしいカメラだったので、えー、素敵な映像を残されるために使われてると思うとね、えー、私もほっとしてますけど。<laughs> だけど、結局計、計6台のカメラを使ったということになりますよね、まあ、なんだかんだ、ここ、まあ、3月、4月、3月、4月、5月、6月、4ヶ月ぐらいでね。 いや、やっとですテスト88回ぐらいありましたね。<laughs> で、えー、こういうふうに、あのー、こういうライブ配信とかカメラとかもうその Mac の中身に関して素人の僕でもできたここまでなんとかできましたんで、えー、お力になれることがあったらな,なりたいと思います。えー、ということで今日は Mac、えー、でライブ配信への道第4回目まとめをお送りしました。 はいぜひ、えー、実際のねライブアットホームの方もよろしくお願いしますそれではまた近いうちじゃねいやうまいのよこののりが本当にうまいんだわ <music> major tom